にストライブにもスケベフィギュアモードが搭載されたぞ。待ってました。5位、メイちゃんのおへそ、42いいね。いきなり衝撃的なサムネイルで始まるこちらの作品です。衝撃的すぎて、YouTube 先生に怒られてしまわないかビクビクしております。というか、おへそまでモデリングされてたなんてすごいですね。スケベ新発見ですな。そして、見ておきたいのがメイちゃんのこの表情です。いやー良い表情してますね。サムネイルには映らないのに、しっかり表情もこだわっているところが素晴らしいですね。困り顔のメイちゃん可愛すぎますね。4位、ヒアー、イット、カムズ。47いいね。先ほどとは打って変わって、元気で可愛いメイちゃんのサムネです。これが不適切？横から見てみると、どうやらおならを表現したみたいですね。ただのギャグ作品にしか見えないですけどね。これが不適切はちょっと意味ありかもしれませんね。むしろこれを不適切だと感じる人が不適切なのでは。ちなみに、後ろから見るのもなかなか面白いです。アクセルの背中に哀愁を感じますね。3位、BOV。バイケンマウンツユー、91いいね。バイケンに乗られているアングルです。画面がぼやっとしてるのが、余計いやらしさをかきたてますね。サムネイルは良い感じでしたが、実際の状態はこんな感じでした。そこにいたのは、ただ空気椅子をしているバイケンさんなのでした。むしろ、これをいやらしいサムネイルに消化できたことがあっぱれですが。想像力の勝利です。2位、インバイトヘル、206いいね。さて、2位はこちらでございます。さすがにまずそうなので、サムネイルを長く映すのはやめときますぞ。いやこれは。佐藤が召喚するシャドウを使ってるみたいですね。なるほど。まあこういうことをしたい気持ちはわかりますけども。しかし、やはりすごいのはこの表情です。こんな表情あったんですね。この表情は遺憾ですよ。こんな表情を用意したメーカーも確信犯でしょうな。全くけしからん限りですな。メーカーが加担するなんて世も末ですぞ。1位、姉さんでかいな。海底パン、361いいね。そして1位は、こちらでございます。父、インパクトありますね。シンプルイズベストということで、このゲームの女キャラってこんなに父、でかかったんだ。このサムネイルのいいところは、顔を映してないところですね。確かに、顔がないからもう見るところは一つしかありませんね。ユーザーの視線をコントロールしてるわけです。まったく、不適切なサムネイルですな。ちなみに、引きで見るとこんな感じですね。仲良し女子大生の卒業旅行って感じですね。そうですね。仲良し爆乳女子大生です。はい。というわけでランキングは以上です。ちなみに、不適切なサムネイルとは何なのか説明します。ストライブのデジタルフィギュアモードは、このように、世界中のプレイヤーがアップロードした作品を見られるのですが、時たま、このように、不適切なサムネイルという扱いをされ、サムネイルが表示されていない作品があります。我々が確認したところ、すべてスケベ関連でした。一体どういう仕組みで不適切判定してるんでしょうね。それはわかりませんが、多分、運営さんが判定してるのかなと。まあそうですよね。そういうサムネイルばっかりになっちゃうと、ちょっとやばいですからね。それだとギルティじゃなくて、もうただの変態ゲームになっちゃいますもんね。個人的には、一般のデジタルフィギュアモードと、18禁のデジタルフィギュアモードに分けてくれると見やすいですけどね。いや、それもう完全に変態ゲームですやん。というわけで、ストライブのデジタルフィギュアモードは、まだ実装されたばかりなので、今後が楽しみですね。イグザードにもデジタルフィギュアモードはありましたけど、あれは一人で楽しむだけでしたからね。世界中のプレイヤーの作品が見られるのは楽しいし、いいねやブックマークの数でソートもできるので、人気作品もわかるので楽しいです。盛り上がってほしいですね。あなたも、スケベ作品を作って、運営に不適切扱い、されてみませんか？いや、されちゃダメでしょ。はい。というわけで最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではでは。